はじめまして。私は埼玉県のとある変人のところで、働いている幸運期の虎次郎です。今日は変人さんが買ってくれた素敵なドレスアップパーツの紹介をしたいと思います。こんな見た目がボロボロの機械ですがきっちり仕事はしていますから、たまにはご褒美が欲しかったです。きっちり仕事しているって言うけど、実際、畑の真ん中でハンドルが折れたりするから。面倒なんだよな。実際新しいの買ってもいいけど、具合がいいといい仕事するから、骨折した時は、また溶接でバチバチやってやるか。じゃあ、直してもらうのは、いいけど、あのバチバチは苦手なのです。変人さん、短期だから、バチバチの後バンバン叩いて、ガリガリ削るし、冷たい水にはつけられるし。だから、溶接した後はスラッジとか、スパッタとか取ってきれいにしないといけないの。文句多いとヤフオクに出しちゃうよ。ヤフオク、嫌だ。さて、これがドレスアップパーツです。うねたて機という部品です。以前、変人さんがベニヤ板で作ってくれたのですが、どうやらヤフオクで手に入れたようです。早速装着してもらって走りしてきます。人走りしてきました。ちょっと汚れてしまいましたが、体にぴったりフィットして、良い感じでした。ま、こんな感じかな。うね幅75センチ以下なら効率良さそうだな。変人さんも納得しているようです。これでまた寿命が伸びました。まだまだ寒いので、出番は、ありませんがせっかくのドレスアップパーツももらったことだし、これからも頑張ろうと思います。